皆さん、こんにちは。旅の情報メディア、ヒストリップです。今回は、伊勢に行くなら外せないおすすめ観光スポットを、ヒストリップ編集部の独断と偏見でランキングにしております。こっちの方がもっとおすすめだよ。など意見がございましたら、ぜひコメントしてくださいませ。では、前置きはここまでにして、早速おすすめスポットランキングを見ていきましょう。まずは第5位からの発表です。第5位は夫婦岩になります。夫婦岩は二見興玉神社にある巨大なしめ縄でつながった岩です。沖合約700メートルには興玉神石があり、神聖な場所となっております。夫婦岩へのアクセスは JR 二見ヶ浦駅から徒歩15分、または JR 伊勢市駅から鳥羽行きのバスで20分の夫婦岩東口から徒歩5分となります。車で向かう場合、伊勢二見鳥羽ラインの二見ジャンクションより約3分となります。夫婦岩の一番の見どころは日の出です。夏至の前後は天気が良ければ富士山の背から立ち上る日の出を見ることができます。絶景ですので、ぜひ日の出を見に行ってください。続いて第4位の発表です。第4位は伊勢シーパラダイスになります。こちらは特にファミリーで旅行する方向けのスポットです。ペンギン、カワウソ、セイウチ、アザラシなど様々な怪獣と触れ合える水族館です。伊勢シーパラダイスへのアクセスは電車の場合 JR 二見ヶ浦駅より徒歩で約15分となります。車の場合は鳥羽二見ライン二見料金所より約5分となります。伊勢シーパラダイスの見どころは怪獣との距離感の近さです。目の前で行われるセイウチへの餌やりやペンギンの散歩、ゴマフアザラシとの撮影など、通常の水族館以上にお客さんと怪獣の距離感が近いのがポイントです。可愛らしい海の生き物と触れ合いたい方、お子さん連れのファミリー旅行者には特におすすめのスポットとなります。続いて第3位の発表です。第3位はお祓い町になります。お祓い町は内宮前から北へ向かう約800メートルほどの旧三宮街道沿いの町並みとなります。お祓い町へのアクセスは JR の伊勢市駅、近鉄の宇治山田駅から内宮前駅のバスに乗り15分で内宮前に到着、下車してすぐになります。駅から距離があるためバスで向かうのがおすすめです。お祓い町は歴史あるお店や建造物が立ち並んでおり、ブラブラと歩くだけでも楽しい空間です。伊勢特有の切り妻、入りもや、妻入りの建物が並んでおり、その中にはお土産店や名家の老舗などが含まれています。伊勢土産はここで購入するのがおすすめです。続いて第2位の発表です。第2位はおかげ横丁になります。おかげ横丁は先ほど紹介したお祓い町の一角にあるスポットです。江戸から明治期にかけての建築物が移築、再現されている町並みです。おかげ横丁はお祓い町の一角にあるため、ここから徒歩数分で到着します。直接向かう際は近鉄の宇治山田駅、 JR の伊勢市駅から内宮前駅のバスに乗り、神宮会館前で下車すれば徒歩1分となります。見どころは何といっても食です。赤福、団子や伊勢うどん、肉料理と美味しいお店が盛りだくさんです。手頃な価格で食べ歩きができるため、デートにもおすすめのスポットです。先ほど紹介したお祓い町と一緒に楽しむのがいいでしょう。最後に伊勢旅行のおすすめ観光スポット第1位の発表です。第1位はここしかありません。おすすめ観光スポット第1位は伊勢神宮になります。伊勢神宮は全ての神社の上に立つ神社であり、最も格式高い神社です。実は正式名称は地名をつけない神宮のみなんですが、他と区別するために伊勢神宮と呼ばれているそうです。伊勢神宮へのアクセスですが、一点注意点があります。内宮と外宮が結構離れておりますので、どちらに向かうか決めておきましょう。お伊勢参りは外宮からとなっておりますので、基本的には外宮の最寄り駅である JR 伊勢市駅か近鉄宇治山田駅で下車してまず外宮に向かうのがおすすめです。外宮から内宮へは 4.1km、徒歩1時間となっております。
かなり長い距離となりますので、こちらはバスが出ております。まずは下空に行った後、バスで内空に向かうのがいいでしょう。内空、下空、14カ所の別区、43カ所の接車、24カ所の末車、42カ所の所管車、これら125の宮車すべてを含めて神宮となっております。すべてが見どころではありますが、強いてあげるなら内空と下空が最大の見どころでしょう。内空の祭神は天照大神、御神体は三種の神器の一つである八田の鏡となっております。歴史に詳しくなくても聞いたことがあるかもしれません。下空は衣食住、産業を守護すると陽気大御神が祭神となっております。また数多くの自然に包まれた伊勢神宮破棄説によって見せる姿を大きく変えます。梅や桜、新緑に紅葉、雪と全てが美しく、いつ訪れても楽しめるスポットです。日本有数の名所となっておりますので、ぜひ三重県を旅行する際には伊勢神宮にも足を運んでみてください。伊勢に行くなら外せないおすすめ観光スポットランキングはいかがだったでしょうか。伊勢は見どころがたくさんありますので、どこに行くかは非常に悩ましいですよね。今回紹介した以外にも、ここは絶対に行った方がいいと感じるスポットなどございましたら、ぜひコメント欄にご記載くださいませ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価を押していただけますと幸いです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。